と、西武ジュニアが協力打線で抑えるのは大変だったけど、しっかりと自分のピッチングができたんで、良かったと思います。いい形で次の坂本君の担当。こういう、ね、大会で出場とかっていうのはあんまりなかった。いや、大場にしよう。大場でも、今日はまた点数つけると割といいと思います。100点中なら100点これ、次もこの1試合終わった後でまた投げるというのは投げる、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 はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。西武ジュニアは強力打線で抑えるのは大変だったけど、しっかりと自分のピッチングができたんで良かったと思います。いい形で次の坂本君の担当になります。はい、多分こういう、ね、大会で出場とかっていうのはあんまりなかった。いや、大場にしよう。大場でも今日はまた点数つけるとやれますね。はい、100点中なら100点です。はい、これ次もこの1試合終わった後でまた投げるので投げる、はい、次も、はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。